大城博光の俺ルーチャンネル。ああ、だって1時間半から2時間アップやるんだから。汗びっしょりだよ。じゃあドラゴンズの落合じゃなくて、まだロッテの落合って言ってしまったんですね。だから激動の1年だって。俺ルーチャンネル。星野監督の方が、まあ、ロッテ時代のような特別な扱いはしないという、ね、発言が出たんですけど、これは実際なんか聞かれたんですか？星野監督が実際その時何か言われたってことあったんですか？いや、その記憶はないんだ、うん、何かしら言うんだろうけどね、はい、星明けすぐにハワイの方に行かれたりとかして、ね、で、まあ、今回球団の方から、ね、年、1月の下旬のスポーツ大賞の方に出席してほしいと言われて、その1月31日に沖縄の方にね、チームに合流するっていう流れが決まったっていうことだったんですけども、まあそれよりもっと早く来いというような話があったと。早く来いっていうような話はなかったと思う。あ、そうなんだ、うん、だって2月1日がキャンプインだから、それに間に合わせればいいんだろうっていう。で、まあ、体力的に貯金あったからね。どうせ大した練習しないんだろうっていう。そらロッテの練習から比べればよその練習なんか楽なもんだわ。あ、ロッテはそんな厳しかったですか？ああ、だって1時間半から2時間アップやるんだから。汗びっしょりだよ。寒い鹿児島の鴨池球場で、はい、靴の中びしょびしょになるんだよ。そこまで、あ、アップ終わったら今日の練習終わりだっていうようなアップの仕方だから、それから比べればよそ30分40分だろ、はい、楽なもんだよ。んなでも、まあ、キャンプ初日から滋賀のノックも受けられてるんですけど、いやだってそれは志願じゃなくて予定通りの行動だもん。どこにいた時もそれが最初だから。それはもうご自身の中でそういうメニューの、うん、自分としてのメニューでそういうのはもう、そうそうそう、だからバッティングはしないよっていうようなことはね、今まだバット振るような状況じゃないからっていうんで、それは断ると自分勝手だっていうふうにマスコミに言われるだけであってね、今マスコミは今日は何本打って何本本番作文したって書きたいんだろうけども、そこが削除されるっていうだけのことであってさ。俺流チャンネル。守備練習でちょっと、まあ、監督が緩慢な動きがあった時に、まあ、星野監督はちょっと何も言わないよ。だから普通に喋ってるのはそうやって書いたんだろうとは思うけどね。まあまあフィクションですね。まあそういう時代だな。そんな移籍1年目なんですけども、3月に信子さんの妊娠を正式に発表されてるんですけど、いやだってハワイ行った時にベッドにダイビングしてたくらいだから。気がつかなかったのね。1月はまだもうね、もうちょうど年もね、まさか授からないと思ってたからね、うん、でこちらの方はもう子供はね授かりもんだからなくてもいいよってことを言ってくれたんだし、そしたら5ヶ月か、ああプレイしてからだな、うん、それで私もお仕事してて、週刊誌の女性誌の見開き2ページでそのお仕事をしてる時に、皆さん一緒に母子手帳をもらいに行ってくださったの。カメラとかスタッフみんなが、信子さんこれは急ぐって。でもでもそういう意味でも名古屋の1年目はすごい思い出にある1年目ですよね。ああだから横浜でゲームやってる時に、ゲーム中子供が生まれたっていう連絡が来て、あ、じゃあ立ち会われてなかったんですか？あ、もちろんお仕事ですから、はい、立ち会ってくださったのはある私の仕事のカメラやらスタッフが白衣ポンと渡されてね、もし分別に入るなら皆さんこれ来てくださいって、そんなあたふたで
でみんな男性陣なので、私はただただ外に出てよって感じでね、自分一人で苦しんで、でこちらから生まれたって電話来た時に、病院の方が、あの信子さんね、ロッテの落合さんってご主人って言うから、いや間違いちゃって、あたふた、うん、それでね、じゃあドラゴンズの落合じゃなくて、まだロッテの落合って言ってしまったんですね。言ってしまった。これで増田君がすぐ電話かわって、のんこさん、今ね、もうあの何ラーメン？フカヒレ？フカヒレラーメンを。もう二人で食べて。お祝いで食って。お祝いで。あの二人でフカヒレラーメンでお祝いしてるんだよと。おめでとう。だけど、ロッテの落合って言っちゃったって言って、病院のお方にも謝っといてくださいと。ね。そういうことだ。だから激動の一年だったよ。ただあの打率はね、あの331という高い数字だったんですけども、前年に比べれば少し下がった形で、まあ勝ち順は無冠という形でなったんですけども、うん、やっぱりセリーグとパリーグ違いがあったんですか。いや、あのピッチャーに慣れるまで大変だった。1年2年で慣れるもんじゃないからね。だからパリーグにいた時は調子悪い時はこういうピッチャーが来ればそれで調整して直して次のステップに行けるっていうのはあったけども、それがなかったっていう。で全部初めてのピッチャーでしょ。で何を投げてくるのかっていうのは絵で見ても分かんないんだ。実際バッターボックス入って打席立って自分の体でどういうふうに反応するかっていうのがね、だからそれに時間はかかったと思う。当時対戦してセリーグのピッチャーで、あ、こいつ一番いいなと思ったピッチャー誰だったんですか。江川になるのかな。あ、江川さんですか。まっすぐとカーブだけでね、あのまっすぐ速かったよ。でもそんなに対戦はしてないはず。だから打ったっていう記憶もそんなにないしね。であと他に手強いなっていうのは広島のピッチャーかな。結構粒揃ってたからね、あの頃の広島っていうのは。特に広島のピッチャーの中で一番厄介だなって方って誰だったんですか。あの時代が前後するかも分かんないけど川口だな。あれ玉のピッチャーでね、思ったところにボールが来ないって。だいたい投球ってパターンがあってね、こういうカウントはこういう攻め方してくる、これバッターにはこういう攻め方してくるっていうあるパターンを持ってるんだけども、それがまるっきり当てはまらないピッチャー。それは達川さんのリードではなくて川口さんの球が。ああ、だから達川はそこにリードしてんだろうけどもそこに来ないっていう、そういうあれ玉のピッチャー。本当のこと言うとね、そのトレードっていうのが実際あったって、うん、全く表に出てないですよね。まあ、表に出てない話。